獅子人部とは、長中の肉を料理する、職業部。日本初期、有楽天皇2年10月3日から6日上によると、天皇は、吉野宮から、お混ぜでの有料の後で、狩りの収穫をかしでに生すにしてもらうのと、自分で調理するのとでは、どちらが良いかと軍心に誘いをかけたところ、誰も対応することができなかったので、怒って、御舎の大通まがいを切り殺した。 そのありさまを聞いた母親である皇太后の、お坂の大なか姫は、美貌なうねめを献上して、天皇の機嫌を取った。その上で、陛下は有料の場に、ししびとぶを置こうとしたのですね。軍心がそのことを理解できず、答えられないのも無理はないでしょう。今からでも遅くはないから、試しにやってみてはどうでしょうと提案し、柏手の長野がその筋の達人だと推薦して、 長野ら三名が任命された。さらに山和アコカゴが蜜木のぼした一名が追加され、家臣たちもこれに習って人員を追加していった、とある。上記の話からもわかるように、獅子人部とは全部から分かれたものである。新先生史録によると、長野は安倍阿尊と同じく、高原天皇の御子である大美子命の息子、彦瀬立大とおこしい彦稲本志別名。 彦稲子氏ごは家けの御事の子孫となっている。大美子命は、崇人天皇10年に、北陸に派遣されており、焦燥院文書によると、越前国、山城の国に、獅子人心、獅子人が分布している。日本初期、高橋氏文には、大美子命の孫、岩か光つの命が、慶光天皇53年10月の東国巡行の際に、 柏しわの生徒いと、全王とも部を賜ったとある。す春天皇2年7月上には、獅子人と神願が、東海道に派遣され、東方の諸国の境を観察している。正倉院文書、武蔵国分寺側名によると、武蔵国に、獅子人寺か、獅子人部が分布している。天武天皇2年の上には、日として、獅子人とか姫娘の名が挙げられている。また、 天武天皇10年4月12日上には、獅子人作り老ラ14人が、連の姓を授けられ、天武天皇13年11月1日上には、獅子人紳士は、阿蘇の姓を与えられたとある。獅子人紳士の中には、養老寮生の大前職、内前職の役職についた者も,もいた。ありがとうございます。